心臓の拍動を生み出すのは心臓を構成する心筋です。心筋細胞は横紋構造をしていますが、骨格筋細胞とは異なり多くの分子構造を持っています。隣り合う細胞同士は介在板で接しています。細胞膜の興奮が介在板に存在するギャップ結合を介して次々と伝わっていき、心筋細胞全体の協調的な収縮を引き起こします。このように心筋は全体が一つの大きな筋細胞のように収縮することから機能的合胞体と言われます。また心筋細胞には外部からの刺激なしに周期的に活動電位を発生する能力、すなわち自動脳があります。ただしそのリズムは部位によってこのように異なります。動結節の1分あたりおよそ70回が最も早く、実際にはそのリズムに合わせて他の心筋が興奮します。興奮は刺激伝導系によって心臓全体に伝わります。すなわち動結節に発生した活動電位が心房内に興奮を引き起こしながら房室結節に伝わり、皮質側、左右の脚、プルキンエ繊維を通って心室全体に伝わります。このように動結節がペースメーカーとなって心拍動の規則的なリズムが保たれているのです。活動電位は細胞膜に存在する多種多様なイオンチャネルの働きによって引き起こされています。ここでは主なチャネルの働きと活動電位の発生を簡略化して見てみましょう。動結節の心筋細胞ではカルシウムチャネルからカルシウムイオンが流入して徐々に脱分極して間状脱分極層が作られます。域値を超えるとカルシウムイオンが急激に流入して脱分極し活動電位が発生します。その後カルシウムチャネルが閉鎖してカリウムチャネルが開口することでカリウムイオンが流出して再分極します。これが繰り返されて定期的に活動電位が発生することで自動脳として機能します。心室の心筋細胞では通常静止膜電位に維持されています。細胞膜に興奮が伝わるとナトリウムチャネルが開口してナトリウムイオンが急激に流入し活動電位が急速に立ち上がるゼロ層が作られます。ナトリウムチャネルはすぐに閉鎖しカリウムチャネルからカリウムイオンが流出して部分的な再分極が起きる1層が現れます。続いてカルシウムチャネルが開口しカルシウムイオンの流入とカリウムイオン流出がバランスを取ると一定の電位でプラトー状態を保つ2層となります。心筋の収縮はこのカルシウムイオンの流入によって引き起こされます。カルシウムチャネルは徐々に閉鎖するためカリウムイオンの流出が優勢となり再分極に至る3層へ続きます。0層から3層までは活動電位持続時間 APD と呼ばれます。そして4層ではさまざまなチャネルが働いて静止膜電位が維持されます。なお外からの刺激に反応しない不応期と呼ばれる器官があり、強い刺激にも反応しない絶対不応期と強い刺激には反応してしまう相対不応期に分けられます。相対不応期では強い刺激が生じた場合不完全な活動電位を発生してしまうのでリエントリーと呼ばれる不整脈の原因になることがあります。活動電位が発生した心筋細胞では細胞室内に増加したカルシウムイオンが
収縮タンパク質に結合することで筋原繊維が短縮し、やがて離れて元に戻ります。こうして心筋細胞が収縮・弛緩します。カルシウムイオンの供給源としては、細胞外からの流入のほかに細胞内の筋小胞体から遊離するものも含まれます。まずナトリウムイオンの流入によって脱分極が生じると、デイン依存性カルシウムチャンネルが開口し、細胞外からカルシウムイオンが流入します。続いて筋小胞体内のカルシウムイオンが細胞質に放出され、筋が収縮します。収縮を終えるとカルシウムイオンは再び筋小胞体に取り込まれ、一部は膜のナトリウム・カルシウム交換機構によって細胞外へ除去されます。こうして活動電位の発生に応じて心筋細胞内のカルシウムイオン濃度が周期的に調節されることで、心臓は律動的な収縮・弛緩を繰り返すことが可能となっているのです。